西日本新聞に批判さと選挙妨害排除で日本が中国化。本日、西日本新聞が社説にて次のような主張をしてしまいました。2019年7月15日、私はこの日を日本が中国化した日と記憶することになるかもしれない。この日、安倍首相が参院選の応援のため札幌市を訪れた。 その際、街頭演説をしていた安倍首相に矢印を飛ばした市民が、北海道警察の警察官によって現場から引き離された。これって、共産党一党独裁の中国や、プーチン政権による強権者へのロシアで起きていることだ。日本が中国化、ロシア化しているとなっておりまして。こちら、選挙妨害が行われて、 街頭演説が聞こえなくなった時点で犯罪行為でございますので街頭演説を妨害していた犯人を警察官が排除したそれだけの話ではないんでしょうかこういった街頭演説に対する選挙活動に対する妨害はそのまま放置してしまった場合国民が候補者を選ぶための情報が入手できなくなり日本の 民主主義が崩壊してしまいます。選挙で必要な情報が得られなくなったら、どうやって国民は投票すればいいんでしょうか。西日本新聞には、選挙が妨害されないというですね、当たり前のことがどれだけ重要なのか、理解していただき、またもう一度公職選挙法について、 しっかりと勉強し直していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。